松田学です。今回はですね、まあ、前回も茂木誠先生から日本が歴史的にいかにユダヤと深い関係があったかという、もうびっくりするような話がたくさん、まあ、ご紹介している本にいっぱい書かれてるんですけども、まあ、それを踏まえて、じゃあ我々これからユダヤの方々とどんなふうに向き合っていったらいいのかという話を今回したいと思いますが、まず非常に不思議だと思うのがですね、我々日本というのは昔からですね、まず争わないというか仲良く共存していく、うん、そういう今もそういう、まあ、国柄を営んできた、うん、それに対してやっぱりユダヤの世界となりますと、まあ、血で血を争うというかですね、うん、ちょっと昔のそのね旧約聖書の話聞いてもね、なんか血生臭い感じがありますけど、うん、ちょっと相入れないところがあるような感じがするんですが、うん、これどんなふうに考えてないんでしょうかね。はい、で、ちょうど日本がですね、弥生時代の頃に、はいはい、でおそらくその頃にかなりの数のユダヤ人の移民がですね、うん、日本に来た、うん、いたと思うんですけれども、はいはい、ヨーロッパはローマ帝国になってまして、はい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 、で、ローマ帝国は多神教だったんですね、もともと。はい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 、はい。うん、でたくさんの神々を、ね、うんうん、祀っていたんですよ。そうですね、はい。ところがユダヤ人が、うん、そのローマに残ってるユダヤ人っていうのは、うん、前回お話をした、はいはい、12の氏族の中の2氏族の方で、あ、そっちの方、ね、厳格な方だったので、はいはいはい、要するに、ローマ帝国の多神教は受け付けないんですよ。そうだったね、はい、はい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 、ということで叩かれます。うん。はい。それで弾されると。で、二度にわたって大反乱を起こしまして、うん、で、結局、もちろん負けます。うん、で、ハドリアヌスという皇帝の命令でですね、うん、はい、ユダヤ人は全員追放すると。うん。うん、で、エルサレムの町を破壊すると。はい。はい。いうことで、こっからですね、ユダヤ人は、国を失いました。うん。はい。これを離散。ディアスポラと言いまして、はいはい、でここからなんと20世紀にですね、イスラエル建国までですね、うん、彼らは国を持たなかった。持たなかったんですね。2000年間ですよ。2000年間。はい。うん、で普通ね、国を滅ぼされてバラバラになったら、その民族は消えますよ。うん、普通は、はいはい。ところが彼らはそれを試練と考え、うん、ね、でこれは唯一の神が我らに与えた試練だから、うん、これを受け入れて、頑張るんだって言って、頑張っちゃったんですよね。うんうんうん、で、迫害されればされるほど、かたくなにその信仰を守り、うん、ってことは、異教徒とはこうでしょう。はいはい。うん、だから、まあ、大体どこに行っても叩かれるということになってしまった。でも、そのことによって彼らは、自分たちのそのアイデンティティを守ることができたということですよね。なるほど。うん、まあ、そういうふうに、あれですね、自分たちでまとまればまとまるほど、うん、彼らは一体何をやってるんだという目で見られて、そうなんですよ、弾圧されてしまうと、うんうん、でその後ローマ帝国が、まあ、簡単に言いますね、うん、ローマ帝国がこう南北に割れます、はい、で南がイスラムになります、はいはいはい、で北がヨーロッパになります、はい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 、でヨーロッパはキリスト教です、はい、でイスラム教徒はそんなにユダヤ教徒はいじめてないです、うん、はい、まあ、ちょっと税金が重くなるぐらいで、うん、はい、あ、今すごい争ってますけど、それでキリスト教徒はいじめるんです、うん、なぜかっていうと、そのキリスト教徒から言わせれば、うん、自分たちの、うん、イエス様、はい、イエス様を、うん、ね、でっち上げの罪でローマに訴えて、うん、十字架にかけた張本人は、うん、ユダヤ人だろうって、うん、こういう言い方するんですよ。うんうんうん、いや、だけどイエス様もユダヤ人ですかね。ユダヤ人ですね。まあ、そこは言わないんですよ。そういうで、そこからですね、まあ、ヨーロッパにおけるユダヤ人差別が始まりまして、うん、で、例えばそうですね、特に広がったのは十字軍の時代です。はい、で、十字軍はですね、ローマ教皇が異教徒を倒せ。はい、ね、聖地エルサレムをイスラム教徒から解放しろ、はい、うん、でこの戦いに加わったものは、天国に生きるっつってやるんですけども、うんうん、はい、異教徒、うん、異教徒っているよなと、ヨーロッパに、うん、ユダヤ人だってなって、うんうん、まず十字軍はユダヤ人を襲うんです、うん、はい、それからペスト、はい、ペストの流行がありまして、うん、黒死病ですね、はい、で原因がわからないと、うんうん、ペスト菌が見つかったのは19世紀ですからね、うん、
北斗柴三郎ですかね、うん、はいはい、はいはい、で原因が分からなかったんで、うん、噂が流れてユダヤ人が毒まいてるという、うん、ユダヤ人が井戸に毒まいてるっていうめちゃくちゃな噂が流れて、うん、でまたユダヤ人が殺されると、うん、それからローマ教皇はですね、ユダヤ人、まあ、ユダヤ、この場合のユダヤ人ってユダヤ教徒ってやつ、うん、ユダヤ教徒が土地不動産を持つことを禁ずるんです、はい、うんうんうん、ですから彼らはですね、どこに行っても叩かれ、うん、どこに行っても財産没収されますから、うん、ということは土地建物を持っていても意味がないので、はい、全財産を貴金属に変えるんです、うん、はいはいはい、で襲われたら持って逃げるんです。なるほど、うん、で別の町に行って何食わぬかでまた商売始めると、うん、その商売っていうのは自分たちが持って逃げている貴金属をキリスト教徒に貸して利子を取るということを始めるんです。なるほど。でこれは聖書に規定がありまして、うん、旧聖書に、うん、同胞に金を貸して利子を取ってはならない、うんうん、だからユダヤ教徒はユダヤ教徒に金貸して利子を取ってはいけない、うん、だがキリスト教徒は異教徒であるから、うん、異教徒に金貸して利子を取っていいと、そういう解釈なんです。はい、ですから、中世ヨーロッパにおいて銀行ができたのはユダヤ人だけです。あ、はい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 、はい、そうすると、うん、まあ大体金貸しは恨まれます。まあそうですね、ええ、うんうんうん、で異教徒のくせに生意気だって言われて、うん、また叩かれると、うん、この繰り返し。ああ、そういうことなんですね。うん、まあそういう流れの中で、でも日本でもですね、古墳を作ったりとかですね、大事業をやったりしてますよね。それって なんとなく古代の中央集権的な、うんうん、ああいうものを日本に持ち込んだりもしてるんですよね、彼らですね。それと日本がどういう中央集権というかね、僕はね、テクノクラートだと思ってます。テクノクラート、うん、うん、だから、うん、自分たちが権力握るんじゃなくて、その、うん、権力者にその自分たちのテクノロジーを提供し、うん、あ、なるほど、で保護されるという形。あ、保護されると、うん、あ、なるほど、はいはいはい、まあ官僚みたいなのですかね、うん、そうですね、うんうん、でこれは実はヨーロッパでもやっていて、うん、まあ、要するにその才覚があると金貸しですぐに金が手に入ると、はい、儲かるということで、はいはい、じゃあこいつらを財務官にしようと、うんうん、なるほどなるほど、いうことで、各種の貴族や王様が実はユダヤ人を雇ってるんです、はい、確かにそうですね。で、じゃあお前らちょっと徴税もやってくれっつって、なるほど、で一般ピープルからユダヤ人が徴税すると、でまた恨まれると、うん、また恨まれるとそういうこと、うん、なるほど、うん、でそういう、まあ、運命、歴史的な運命をたどってきたユダヤ人が結局今だから金融資本というとユダヤっていうふうにね、そうでしょ、今イメージになってますよね、うん、だからね、その結構そのユダヤ人の恩恵を得た王侯貴族はいっぱいいたんですよ、うん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 、日本も日露戦争を戦えたんですよね、うんうんうん、でこれはもうほとんどね、僕これ法則と言っていると思うんですけども、ユダヤ人を保護した国は非常に栄えます。ほう、なるほど、大発展します、うん、はい、で逆にユダヤ人をいじめた国は、うん、傾きますはい、なるほど。例えばですね、ポーランドって国があって、はいはい、でポーランドってなんかあんまりパッとしない国ですよね、いつもね、うんうんうん、でいつも小国で周りから攻められて、うん、ところがポーランドの黄金時代ってなった、うん、ね、これ中世の後半なんですけども、うん、何があったかというとね、うん、まずモンゴルが攻めてきました、はい、でポーランドが蹂躙されました、はい、で人口が激減しました、うん、だからポーランドの王様がですね、うん、なんとか国土を再建しようということで、うん、人間と、はい、あと資金ですね、はい、これを外から入れようとした、うん、でそこでハッと思いついたのは、ヨーロッパで迫害されてるユダヤ人がいっぱいいるじゃないですか、はい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 、彼らを迎えてやれば、はい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 、人口も資金も入ってくる、うん、あ、その話前にお聞きしましたね、うん、でウェルカムを打つていっぱい入れたらドーンと来て、それでポーランドは大発展して、はいはい、ヤゲウオ朝というですね、はいはいはい、ものすごい国になったんですよ、うん、今のバルト海、リトアニアから、うんうん、今のウクライナまで大帝国になったんですよ、うんうんうん、これが、ユダヤ人を守って発展した例です、うん、なるほどなるほど。その逆がスペイン、スペイン、はい、はいはい、でスペインはずっと対イスラム戦争やってきて、レコンキスタといって、はい、ありましたね、でそれに成功しちゃったもんだから、うんうん、イサベル女王がですね、うん、異教徒は全部追放すると言って、はいはいはい、でスペインにいっぱいいたユダヤ人を全部追放しちゃった、はいはいはい、結果スペイン経済が困ってしまった、はい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 、はい確かに、はい、うん、そしてそのスペインから追われたユダヤ人たちはどこに行ったかというと、スペインと戦っていたオランダ、うん、イギリスに渡っていった。なるほど、はい、まあ、経済が発展する順番ですよね。そうそうそうあとここに書いてあるんですけども、実は
コロンブスのスポンサーがユダヤ人。なるほど。っていうのはそのイサベル女王の勅令で、うん、何十万人かいたユダヤ人がですね、行き場がなくなっちゃったんですよ。イスラム教徒はね、アフリカに行けばいいんだけども、はい、ユダヤ人は行き場がないっていうことで、はい、どっか新天地を切り開いて、うん、そこにユダヤ人の避難所を作ろうということ。それで、うん、はい、でそこにたまたま、コロンブスっていう男がやってきて、最初ね、イサベル女王がですね、なんかこの男の言ってることね、大西洋の向こうに陸がなんてことで信用できないからっつって、イサベル女王は相手にしたかったんですよ。ところが、で、もう諦めてですね、スペインを去ろうとしていたコロンブスを引き止めたのが、ユダヤ商人です。なるほど。はい。で、俺がスポンサーになるから、行ってくれって言って、それでアメリカを見つけるんですよ。なるほど。だから、アメリカに渡った移民の中にたくさんのユダヤ難民がいて、初めから。最初からですね。だからニューヨークが作業したのに、ユダヤ人の街となったのはそういうことなんですね。そういう歴史があるんですね。ユダヤ人が行く場所がなくなって発見されたのはアメリカ大陸だ。そう。で、スペインが傾いていくと、同時にオランダ、イギリスがこうなっていって、そしてアメリカが発展していくと。なるほど。そういうことですね。はい。まあ、あと、ロシアもね、ユダヤとの関係が。まあ、ロシアもですね、だから、ロシアはそのさっきのそのポーランドを併合しちゃったために、たくさんのユダヤ人を抱えちゃったということです。はい。なるほど。で、また例によって、その、ロシアの王侯貴族はですね、ユダヤ人を使って徴税とかやったもんだから。なるほど。で、恨みを買うじゃないですか。で、その、ロシア政府のずるいのはですね、その、一般人民の恨み、つらみをですね、自分たちが受けないように、いや、それは、ユダヤのせいだって言った。そういうふうにしたんですね。なるほど。で、自分たちが使っておいてユダヤ人を、で、民衆が怒ってくると、こいつらが悪いって言って、焚きつけて、で、ポグロムっていうですね、大殺戮を、あれ、ロシア政府がむしろ煽ったんですよ。なるほど。で、その、生き残ったユダヤ人はどうなったか、みんなアメリカ行っちゃったんですよ。なるほどね。まあ、そういう長い歴史の中で、まあね、ヒトラーの時代の、ああいう話もあったわけですね。何かこう、こいつらが悪いんだというふうにやって、弾圧することによって、多くの大衆から支持を得るというものに使われてきたという。そうですね。で、特に帝政ロシアの末期に、そのいよいよ革命運動が起こってくると、本当にこれはやばいので、その矛先をね、ロシア政府に向けさせないように、まあ、要するに、生贄が、スケープゴートが必要で、それでユダヤ人が選ばれちゃったことは明白なんですね。なるほど。はい。まあ、ある方から聞きましたけどね、今のウクライナ戦争の背景にもですね、当時のユダヤ系の人たちが、の長い長いルサンチモンですかね、歴史的に。恨みつらみね。それを、まあ、アメリカ政府を使って果たしてるという面があるんじゃないかという話をよく聞きますね。それでね、ユダヤ陰謀論についてなんですけども、はいはい、ユダヤ陰謀論って本当にあったんですよ。あったんですか？本当にあったっていうのは、その陰謀論があったんです。陰謀論があったと。陰謀論があったの。はい。で、それは、ユダヤ人が世界を乗っ取ろうとしてるという、計画があるという、機密文書が発見されるというですね。はい。で、これがですね、シオンの賢者の議定書というやつです。シオンの賢者の議定書と言います。プロトコルと言います。はい。で、これにはですね、こう書いてあります。その、世界のユダヤの長老たちが、定期的に集まっていて、そして世界中の政府に金を貸し、マスメディアを支配し、そして、ユダヤ革命のために使ってるんだと。で、世界のほとんどの革命とか戦争は全部その賢者たちが全部仕組んでるんだと。全部つまりやらせなんだと。こういう設定になってまして、これをシオンの賢者の議定書と申しまして、で、これが非常によくできていたので、当時ヨーロッパで爆発的にヒットしまして、それで、例えば、アメリカのヘンリー・フォードなんかがこれにハマっちゃってですね、アメリカにも広めちゃって、それからもちろん、ヒトラーですね、彼もこれの影響を受けたんです。その影響を受けたんですか。それで、このシオンの賢者の議定書っていうのは、その後の研究で分かってきたのは、帝政ロシアの秘密警察が作ったんです。そうなんですか。そうなんです。非常によくできてる。それこそ陰謀ですね。はい。で、要するに、だから、ね、この世の中のいろんな不条理は全部ユダヤが悪いんだっていうふうにして、で、ロシア政府は、そこから免れたんです。攻撃から。民衆の怒りから。
ということがありまして、うん、で、まあ、こういうのはもう形を変え姿を変え、もう繰り返し繰り返し出てきます、うん、はい。でまず、まあ、特徴としてはですね、その、はい、世界を全部コントロールする特定の組織があるんだと、うん、でそれは秘密結社だから名前はわからないと、うん、メンバーもわからないと。でそれからあの彼らは情報を全部コントロールしてるから、うん、マスメディアとかは本当のこと言わないから、うん、だから本当のことはわからないと、うんうん、それからですね、あと特徴的なのはね、はい、子供の売買やってるって話。ほう。で、子供の売買やって、その子供を殺して、儀式やってるって話が、はい、もう、かなり古いこと、これからあります。うん。うん、つまり悪魔崇拝ですね。うん。うん、だから、世界を支配する組織と、情報のコントロールと、うん、悪魔崇拝、人身売買、子供を犠牲にするっていう話はいつもセットになっていて、うん、この頃から。うん。はい。で、これはね、最近のですね、アメリカのQアノンが全くこのパターンですよ。完全に。あ、うん、だからこれは、陰謀論と言っていいと思います。そうですね。で、うん、ですから、まあ、この番組はですね、参政党の支持者の方がたくさん見てると思うんですけれども、僕も国際金融資本、グローバリスト、はいが、うん、たくさんの戦争や内乱の原因になっていることは認めます、うんうん、で今回のウクライナ戦争の背後にもそれがあることは認めます、うんうん、でそのことと、うん、秘密結社が全部コントロールしていてという話は分けた方がいいです。そうですね。で、この秘密結社運動の話になっちゃうと、うん、それは本当に陰謀論になっちゃうから、これ言っちゃったらね、うん、もう全く話を聞いてもらえないって言うんですよ、一般の人から。うん、本当そうですね。うん、そこはね、うん、分けた方がいいと思います。うん。うん、だから必ず、グローバリストがとか、ウォール街がとか、うん、国際金融がという意味で、うん、ユダヤがと言っちゃダメなんです。うん。うん。うん。でそれは、ただバカにされるってのみならず、それが結局ね、人員差別の中です。そうですね、うんうんうん、で実際にロシアとかドイツでその陰謀論が広まった結果、どんだけの一般の罪のない遺伝子が殺され、うん、財産を失ないっていうことを二度とやっちゃいけないんですよ。そうですね。そしてもう一つ、日本はユダヤ人を迫害した歴史はないんです、はい、一度もないんです、はい、どころか守った側なんです、はいはい、でロシアからドイツから逃れてきたユダヤ人たちを守ったのが大日本帝国 でこの本の最後にこれ書いてあります、うん、はい、このチャンネルもよく出てる樋口隆一先生ですね。あ、はいはい、でその隆一先生のお父様 の、ね、樋口九一郎、九一郎中将、中将ですね、はい、が満州の特務機関にお勤め で、うんうん、で当時シベリア経由でたくさんのユダヤ人が逃げてきていたんです、はいはい、でそれをですね、うん、満州に定住させて、うん、で要するに満州を新しいユダヤの避難所にしようというプランがありまして、うんうんうん、フグ計画って言いますけれども、はいはい、うん、だから本当にたくさんのユダヤ人が満州に来ていたんですね、うんうん、でこれさっきお話したその中世のポーランドと同じですか。あ、はいはいはい、で、資源はあって人が足んない満州にユダヤ人もたくさん来れば、人もお金も入ってくる、うん、情報も入ってくるということで、うんうん、これがうまくいったら本当に面白かったんですけどね、うんうん、ところがですね、日独伊三国同盟というですね、はい、まあ愚かな決定しまして日本政府が、はいはい、でその世界最悪のですよ、うん、最悪の人種差別国家のナチと、うん、ドイツと日本が手を組むっていう、なんでそんなことするんですか、うんうんうん、で当然ドイツからですね、うん、なんでユダヤ人に関わってるんだって言われますよね、うん、でその時に当時関東軍参謀長 の東条英機さんがですね、うんまあ、ドイツがちょっとうるさいんで、うん、このユダヤ人なんとかしないかって言った時に、うんうん、樋口中将が、うん、東条閣下、我が日本は、ね、ドイツの、ユダヤ人いじめに加担してはなりませんと言って、うん、で東条は、うん、それもそうだなっつって、うんうん、で守ったんですよ。うん、なるほどね。だから、まあ、
副計画はポシャったんですけども、うん、その後も遺伝子の生命財産は守られました、うん、ということですね、うんうん、それからいよいよその日中戦争が始まりますと、はい、上海にやっぱりたくさん遺伝子がいた、うんうん、で上海の財閥にもやっぱり遺伝子 の殺寸とかいますからね、はい、それでそのまたナチがですね、うん、その日本軍に上海のユダヤ人を何とかしろと、うん、あで身ぐるみ剥げと、うん、で財産没収して船に詰め込んで沖に沈めろと言ってくんですよ、うん、でその時に日本軍はですねふざけんなと、うんねうん、でそんな馬鹿げた要求を日本は拒否するって言って、うん、これ三国同盟あるのに日本は一切従ってないんですよ、うん、なるほど、うんうんうん、やっぱりそこは日本の国なんていうか国柄ですよね、そういうこともあったんで、うんうん、敗戦後ですね、うん、でまずポツダム宣言を受け入れましたと、うん、で日本軍武装解除しますと、うん、でその後今度はソ連軍が攻めてくるじゃないですか、うん、スターリンが、はいはい、で南カラフトってチベレット満州にこう攻めてきた時に、うんうんうん、これは侵略だと、うん、ソ連による、うんうんうん、だから我々は大東亜戦争とは別に、うん、祖国防衛のために、うん、戦う権利があるって言って、うん、で当時その北部方面の司令官だった樋口中将が、うん、もう一回戦闘態勢って言って、うん、で島列島の一番北のシムシ島っていうところで、はいはい、戦った結果、うん、ソ連軍破るんですね、これが。そうでしたね。で、それで、日本軍手強いってことで、スターリンをですね、うん、ちょっと引いて、うん、で、これが結局は、北海道の分割を、スターリンが諦める機会になったんですね。そうでしたね。っていうことがあったので、スターリンが非常に、不愉快だったようですよ。うん、で、樋口は許さんということで、うん なんと東京裁判にですね、うん、樋口を戦犯だから、引っ立てろって言ってきたんですね。そしたら、世界中のユダヤ人 の組織が動いて、うん、樋口は我々の恩人だから、うん、先輩じゃないって言って、うんうん、それで嘆願したんですよ。うん、で、結局東京裁判は樋口中将は、裁かなかったんですよ。はい。っていうことがあり、だからずっと日本とユダヤは、うん、そうですね。そういう関係があり、うん。うん、で、今後もそうあるべきなんですよ。うんうん、そうですね、はい私が親しくしているヘビジーズの丸さんが、はい、だいぶ前に彼の研究会に私に出た時に私こんな質問したんですね、はい、なぜこの旧約聖書とから彼はいろんなことを言うわけですね、はい、でそして日本が素晴らしい国だと、はい、どういうふうに結びつけられるんですかと言ったんですね、うん、だから彼はこう答えたんですね、いや日本は素晴らしい国だ素晴らしい国だと国際社会に言ってれば、うん、これ単なる独りよがりの国際、うんうん、国際主義に見えてしまうと、うんうん、それは通用しないと、うん、そうじゃなくてやっぱり旧約聖書とかそういうユダヤとの交流とか、うん、それの流れの中で日本の独自性を言うと国際社会は理解がするという話してましたね、うんでこの本を読んでなるほどなと思いました、うんうんうんやはり我々はユダヤと一緒にこう一つの文化を作ってきたという、うん、であくまでこれは日本文化であると、うんうん、独自性の文化であると、うんうん、よくわかる本ですよね、うんうんはいはい、でこういう視点で物事を見ていくとこのグローバリズムというものイコールこの反グローバリズムイコール反ユダヤではないということは明確にしなきゃいけないと思いますよね、はいはいうんそれで厄介なのは、はい、アメリカにおいてね、うんうん在米中国人の団体が、はいはい、に、はい、戦時中の日本軍の残虐行為、慰安婦、軟禁って必ず言うじゃないですか、はい、でそれ彼らがユダヤ人と手を組もうとしていて、うん、で日本とドイツは組んでたよなとあ、はいはいはい、でドイツは君らを殺したよなと、はい、日本は僕ら殺したんだと、はい、だから組めるこういう宣伝やったんですよ、ねうん、これ勝ちきなきゃいけないんですよそうですね、うん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 、おっしゃる通りですね、はいうん、でこういったものを断ち切るためにも、うん、正しい知識をね正しい知識を茂木先生から学ばなきゃいけないということで、はい、まだの方ぜひこの本を読んでいただけると、はいはいまあ、ちょっと分厚いんで、うん、ご興味のあるところだけでもね、後半その現代史が書いてありますんで、うん、はいということで、はい、今回大変また勉強になりました。はい、皆さんも参考になったと思います、はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。